はいどうも、つっちです。今回は女子にドン引きされるファッション10選っていうのをお話ししたいと思います。今日の動画でこれを見ている皆さん全員をおしゃれにします。それぐらいの意気込みで今日の動画を作りました。ファッションはシンプルイズベストみたいな当たり前のことを言うような動画ではありません。皆さん、女の子とデートで着ていく服を迷ったことはありませんか？デートだからね、さすがに普段着てるジャージとかではなく、ちょっと自分なりに選んでおしゃれしてきますよね。しかし本当にその服、女子受けがいいものですか？もしこれを見ているあなたが自分のセンスだけで服を選びデートに行ってるなら、これマジでヤバいです。なぜなら今まで女性権限があまりないあなたが自分のセンスだけで選んだ服というのは 99% ダサいからです。すいません、怒らないでください。僕もそうでした。僕もひも手時代は自分のセンス、もしくはお母さんに服を選んでもらいデートに行ってました。デートに行った後にね、僕のおしゃれな友達に会うと、お前それでデート行ったのめちゃめちゃダサいよと言われ、案の定女の子からも LINE をブロックされてました。そんな経験もあったので、僕はね、自分で服を選ぶことをやめました。服を選ぶ時は自分がどう思うかより客観的に見てダサくないのかが大切なんです。おしゃれかどうかっていうのは自分ではなく他人、女の子が評価するものですから。僕はもともとプロナンパ師で経験人数200人超え、今は彼女と筋肉を同時に手に入れるパーソナルジムを経営してるんですけど、お客様にね、サービスを提供する初日には必ずユニクロやザラに行って、お客様の服を買いに行って、そこで買ったおしゃれな服でおしゃれなカフェに行き、マッチングアプリの撮影を行います。27歳童貞のお客様は服を変えて髪型を変えて写真を撮り100マッチ超え、31歳恋愛未経験のお客様は子供っぽい服装から大人っぽい服装に変えた瞬間に200マッチ超え。この通りファッションを変え結果を出しまくってます。ファッションでね、恋愛においての全ての結果が変わると言っても過言ではありません。ファッションにおいて重要なのはおしゃれな服装をするというよりかは、ダサい格好をしないというのが大切なんです。ダサい格好さえしなければ女の子は全然抱けます。おしゃれというものは絶対的なものではなく相対的なものです。相対的とは何かと何かを比べて成り立つ評価のことで、要はおしゃれっていうのは見る人によって評価が変わるよってことです。なのでどんな女の子が見ても、これは絶対おしゃれで正解というファッションは存在しないんです。おいおい、じゃあ何着ればいいんだよって思いますよね。服を選ぶ時のポイントは、女の子がダサいと思う男の服とあなたが同じ服を着ないことです。女の子がダサいと思う男イコールモテない男、つまりひも手の方がよく着ている服を自分が着ないのが服選びで重要なんです。今日はそんなひも手の方が着てしまっている女子にドン引きされるファッション10選っていうのを紹介していきたいと思います。おしゃれをしてデートをしに行って女の子をお持ち帰りしたい、女の子からおしゃれだと思われてモテモテになりたい、そう思っているなら今回もかなり貴重な話をすることになります。動画の最後にはめちゃめちゃ女の子受けがいいアイテムを紹介するので、ぜひ最後まで見逃さないようにお願いします。ではスタートします。女子にドン引きされるファッション1つ目、白のパンツ。これはね、マジでダサいです。僕の女の子の友達も満場一致でダサいって言ってます。今もしあなたが持っているなら、今すぐ外に捨てるか誰かにあげちゃってください。白パンツは爽やかで夏にぴったりなアイテムだと思われがちですが、実はかなり危険なアイテムだということを知っていましたが、メンズの白パンツは上級者向けのアイテムで、少なくともおしゃれ初心者が気軽に手を出していい白物ではありません。白色というのは膨張色なので足が短く見えますし、白パンツイコールチャラいというイメージを女性は持ってます。俗に言う鬼系のイメージが抜けないんですよ。あとはなんか田舎のヤンキーとかイキってるやつが履いてる印象が多いです。今日の動画を見ている皆さんは主にファッション初心者の方が多いと思うので、そんな皆さんが、ね、わざわざリスクが高い白パンツを履く意味がないんです。なのでデートの時に白パンツで攻める必要はないので、これはね、やめておきましょう。2つ目、ハーフパンツ。これから夏ですし、履きたい気持ちはわかるんですけど、デートで減点を食らいたくないのであれば、もうこれ履かない方がいいです。メンズの履く短パンは足が短く見え、子供っぽい印象を与える可能性が高いアイテムです。特に女性はハーフパンツイコール子供というイメージを持っている方が多くて、あとはすね毛が見えてキモいという意見もかなり聞いたことがあります。まあ、とにかく女性はハーフパンツにいい印象を持ってないので、デートでの着用はやめた方がいいでしょう。もうどうしてもハーフパンツを履きたい方は付き合ってからにしてください。これを徹底しましょう。3つ目、柄物のアイテム。女の子とセックスしたいなら基本的に柄物は着なくていいです。結構ひも手の方はこういった柄物のシャツを着てしまう人多いんですけど、これはやめた方がいいです。これはひも手の象徴なのでマジで捨てましょう。そもそも柄物はおしゃれ上級者向けのアイテムですし、おしゃれ上級者の人でも個性を出しすぎて普通にダサくなってる人いっぱいいます。服は無地でいいんです。プリントや柄はいりません。なぜかファッション初心者の人ほど無地の服を着ない傾向があるんですよね。無茶はしちゃいけません。具体的に着ていい服の色は黒、白、灰色、紺色、ベージュ、これだけです。これ以外の色の服は着てはいけません。なおこれは服のみの縛りで、靴やカバン、コール類はこれに茶色とか差し色の赤とか青とか少しの派手な色もありにしましょう。もう服はね、絶対無地じゃないとダメです。無地の服を選ぶのはダサい服を避ける簡単な方法です。これを頭に入れておいてください。4つ目、ジャラジャラのアクセサリー。これもね、女性の方嫌いな人結構多いですね。もうとにかく、もうメンズがアクセサリーをつけること自体がダサいという意見が多いです。女性のメンズアクセサリーに対する評価は厳しいもので、アクセサリーをもしつけたい人はかなり慎重に選ばないとダサい認定されてしまいます。特にアクセサリーを取り入れたファッションに慣れていない方の場合、結構ね、勘違いからジャラジャラつけてしまいがちです。おしゃれ初心者の方はむしろつけなくて OK です。こんなね、ネックレスや指輪とかピアスとかをちょろちょろつけたところで結果が変わることはまずありません。これをつけたらエッチできるんですか？できませんよ。むしろつけることによって減点を食らってエッチできなくなります。もしつけるならさりげなくです。腕は1個とか細いネックレス1つとかですね。これをね、頭に入れといてください。5つ目、全身ハイブランド。これはうさんくさいですね。全身ハイブランドが好きな女子も少数はいますが、ほとんどの女性がダサいと感じるでしょう。他の恋愛コンサルタントやナンパ師によっては、全身ハイブランドにすると女子を落とせますと指導してる人もいるみたいですが、バカかと。そんなわけねえじゃん。ブランド物にしたからといって、女の子を落とせることはないと 100% 断言できます。そんなね、甘くないですよ。そこに金をかけるなら、整形とかホワイトニングとか脱毛とか、いい美容室に行くとか、そっちに金をかけた方が100倍いいです。清潔感とか、自分本体の見た目の方が大切です。全身デカロゴのハイブランドを着る人の心理は、自分は周りの人とは違う人間なんだと、簡単に感じることができ、自分が恐れた人間になったような感覚を味わえるからです。ハイブランドをとにかく着たからといって、すごい人間にはなれませんし、おしゃれにはなれないのです。かといって、ハイブランド自体がダサく、女の子受けが悪いわけでは全くありません。むしろ、ハイブランドを買えるほどお金があることはいいことですし、女の子もね、ブランド物はもちろん好きです。ただ、さりげなくてはいけません。ブランド物を取り入れるポイントとしては、シンプルな服装にさりげなくブランド物を取り入れるかです。え、この人のこの靴おしゃれだなぁ。あ、これグッチなんだ。かわいい。みたいな感じで、よーく見たら、ブランド物だったぐらいに着こなしてるのがかっこいいです。おしゃれっていうのはね、さりげなさですから。これをね、覚えておいてください。6つ目、蛍光のスニーカー。これはね、もう田舎のヤンキーです。イキリの頂点ですね。田舎のヤンキーが好きなギャルには刺さりますが、日本人女性の9割は蛍光スニーカーをダサいと思っています。蛍光の靴を履いてしまう男性は、多分ね、3代目とか EXILE とかの真似をして、コーディネートしてると思うんですけど、基本的に EXILE 系のファッションは、10代とかの EXILE が好きな女の子にしか受けませんので、20代を超えてね、大人になってあのファッションするのは正直痛いですし、モテません。今流行りのね、ヤリラヒーってやつです。民度が低いと思われるのでやめましょう。7つ目、先が尖った靴。女性の方に嫌いなメンズシューズなんですかって聞くと、多くの女性がこう答えます。先が尖ったブーツ。一見かっこよさそうに見えるとんがりシューズですが、女性の大嫌いな男性ファッションに毎回ノミネートされるほど評判が悪いアイテムです。なぜ女性がとんがりシューズが嫌いかというと、ギャル男やホストが履く靴、イコールとんがりシューズというイメージが定着しているようで、その他にも、ナルシストっぽい、安っぽい、センスがない、なんていう厳しい意見もあります。とにかく男性のとんがりシューズは悪いイメージが先行しているので、もう絶対に履かないでください。8、決めすぎたファッション。おしゃれに目覚めた時にやってしまうのがこの決めすぎたファッションですね。ちゃんと決めてるのにもかかわらず、ダサいメンズファッションと見なされてしまうのが、ファッションの難しいところです。どんなにトータルのコーディネートが決まっていても、公園でピクニックするのに、テーラードジャケットスタイルはありえません。TPO、時間と場所と場面を考えなくてはいけません。ファッションっていうのは、着るシーンとその着こなしのバランスによって、ダサいおしゃれを判断されてしまうのです。めんどくさいですよね。なので、ジャケットスタイルなどの決めたコーディネートを持ちつつ、昼間のデートで使えるカジュアルな服装を2通り用意しておくのがベストです。9個目、サブリナパンツ。サブリナパンツっていうのは、このような8分丈ぐらいの微妙な丈感のパンツですね。これもキングオブダサい。垢抜けてない陰キャの定番のアイテムと言っても過言ではありません。ロールアップ部分がなぜかチェック柄のパンツもたまに見かけるんですけど、これはもう正直ヤバダサいです。理由としては子供っぽくお母さんに買ってもらったのかなと感じてしまいます。10個目、生地がよりよりの T シャツ、シャツ。これもね、ひも手の方結構多いです。着てるアイテムとかは別にいいんですけど、洗濯しすぎてよりよりだったり、アイロンをかけてなくてシワシワだったりする人めっちゃ多いです。もうよりよりだった瞬間ね、女の子からなし判定を食らいます。T シャツでしたらもう10回ぐらい着たら捨ててください。どんな T シャツでも10回ぐらい着て洗濯したらヨレヨレになってきてしまうので、新しく買い替えましょう。え、そんなもったいないよって思うかもしれませんが、今ユニクロのシャツなんて1000円から2000円くらいです。しかも質が高くておしゃれなものが揃ってます。10枚買ったとしても1万円ちょいくらいです。1万円のいい T シャツを買ってヨレヨレになるより、10枚買って回してきた方がコスパがいいですし、よっぽど綺麗で清潔感も保てます。服はとにかく綺麗なものを着るようにしてください。はい、ということで女子にドン引きされるファッション10選。1、白のパンツ。2、ハーフパンツ。3、柄物のアイテム。4、ジャラジャラのアクセサリー。5、全身ハイブランド。6、蛍光のスニーカー。7、先が尖った靴。8、決めすぎたファッション。9、サブリナパンツ。10、生地のヨレヨレな T シャツ。これらでした。これらを回避すれば、とりあえず減点は食らわないので、意識してね、服を選んでみてください。これから女子受け間違いなしの、絶対外さないユニクロのアイテムというのを紹介していきます。これから言う服を着ておけば、女子から減点を食らわずに、絶対にセックスできるので、見逃さないようにお願いします。その前にお知らせです。僕の公式 LINE では、童貞や恋愛にブランクがある方でも、全くの恋愛初心者から3ヶ月以内に確実に彼女を作る方法を開発した限定動画5本を無料でプレゼントします。女性との出会いがなくて困っている。女性心理がわからなく、何をしても空回りしてしまう。彼女が欲しいけど何から始めていいかわからない。などと悩んでいて、短期間で女性なりをして、彼女を作り、女性やセックスに困らない人生を手に入れたいのであれば、ぜひこの下の概要欄の方から公式 LINE を追加して受け取っておいてください。特定の限定動画を見て学び、実践してあげれば、童貞などの恋愛スキルゼロの男性でも、3ヶ月以内に確実に彼女を作れるようになりますので、特典が欲しいという方は消えてしまう前に受け取っておいてください。そしてこの他にもこのチャンネルでは、恋愛に悩む男性のためになる動画っていうのを、できるだけわかりやすく解説していきます。だから、そういった動画を今後見逃しないよって方は、今のうちにチャンネル登録と、その他のベルマークのクリック、よろしくお願いします。女子受け間違いなし。絶対に外さないユニクロのアイテムなんですが、一つ目は感動ジャケットのセットアップです。これはめちゃめちゃいいですね。ジャケットは5990円。パンツは3990円なので、約1万1000円でセットアップが買えます。期間限定価格ならば9000円ぐらいで買えちゃうので、もうめちゃめちゃ安いですね。このクオリティのセットアップが1万円で買えるなんて、マジでありえません。この感動ジャケットのセットアップで、マッチングアプリの写真を撮るとめちゃめちゃマッチします。それぐらいセットアップっていうのは女子受けがいいです。基本的に女性は綺麗めでシンプルなファッションが好きです。僕もね、個人的には適当で楽なファッションが好きなので、あんまり普段ジャケットとか着たくないんですけど、女性はね、こっちが好きなんで我慢してます。だけなかったらね、意味がないんで、結果が全てなんで。このジャケットスタイルで、中はワイシャツで、靴は革靴みたいにしちゃうと、もうスーツみたいになって、決めすぎた感じになっちゃうので、中は無地の白 T シャツ、靴はエアフォースやスタンスミスなどのスニーカーをおすすめします。コインローファーもいいですね。2つ目、EZY アンクルパンツですね。これは誰が着用しても自然に決まってしまう優れものです。値段も2990円で、めちゃめちゃコスパも良くて、質も高いので、1本持っておくことをおすすめします。このパンツはアンクルパンツという形のもので、足首を見せることで抜け感があり、おしゃれな印象になります。このズボンに上はユニクロの白 T で、靴はコインローファーを履けばもう完璧です。もう十分おしゃれです。高いものはね、買う必要はありません。3つ目はユニクロプラス J のスーピマコットンリラックスフィットクルー T です。スーピマコットンっていう素材が使われていて、これ今僕が着てるんですけど、めちゃめちゃ素材が良くて、光沢もあって形がいいので、シンプルな T シャツモテコードを作り上げてくれます。価格は1500円。この価格で最高の質感。もうね、買わない理由はないですね。これを白と黒5枚ずつぐらい買って回しておくといいんじゃないでしょうか。それぐらいね、おすすめです。4つ目、エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ。これもめっちゃいいですね。夏はこれを1枚着るだけでおしゃれさになります。ツヤ感もあってサイズ感も大きめなので、ガリガリな人やデブな人でもスタイルが出にくくて、誰が着てもおしゃれな感じになります。しかもこれ1500円です。やばくないですか？洗ってもシワがつかずに高級感があるので超おすすめです。これもね、夏に向けて2、3枚買っておきましょう。ということで、女子受け間違いなしの絶対外さないユニクロのアイテム。これらを買ってサイズもちゃんと合わせていけば、間違いなく女子から限定はされないので、ぜひね、店頭やネットでチェックしてみてください。必ずチェックできます。ということで、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方は、コメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。僕が話したことをコメント欄にアウトプットするだけで記憶に定着します。僕の動画を見たら必ずコメント欄にアウトプットするようにしてください。僕も必ず返信させていただきます。次回も役に立つ恋愛スキルを配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。